め静まるビブルル。悲鳴、血しぶき、おびただしい数の屍が累々と無残な姿を晒す。男の通り過ぎた後に何も残らない。人々は恐怖に震えながら男をこう呼んだ。鬼と。サムライスピリッツシリーズ第3弾ザンクロー無双剣は、前2作と同様に刀対刀の緊迫感あふれる戦いが魅力です。さらに今回から導入された回り込みや攻撃避け、キャラクタータイプの選択などの新システムにより、これまで以上に幅広いゲームプレイを楽しめるようになりました。今回の主人公はヒサメシズマル。1歳の記憶をなくした彼は、断片的に覚えているいくつかのことを頼りに自分の過去を探す旅をしています。闇を切り裂いて鋭く弧を描く光、真っ赤に染まる視界、そして鬼。かすかな自分の記憶にすがり、鬼を求めさまよう静まる。大いなる運命に引き寄せられるように、11人の剣士もまた鬼の行方を追って一堂に会する。12人の活躍に乞うご期待。剣の試合において間合いが広いっていうのはすごく有利なことだよね。僕の場合、しゃがみ強斬りは間合いが広い上に3回当たるので強力なんだ。この技を主軸に戦っていこう。隙をついて背後に回り込んだら連続技を狙ってみよう。怒りゲージが満タンなら武器飛ばし技につなげよう。2本目勝負。刀を振り下ろす時の閃光を見るとなんだか不安になる。遠い昔、かすかに覚えているのは夜の月のように輝く光、みるみるうちに朱に染まる視界。まるで虫を殺すように逃げ惑う人々を差し貫き、切り捨て踏みつける。あれは鬼だ。僕は一体誰なんだろう。どうして、何のために、何を求めてさまよっているんだろう。思い出せるのはあの恐ろしい記憶の断片だけ。でも今はそれしかすがるものがない。過去を見つけるために早く行かなくちゃ。どこへ行くのかわからないけど、早く本当の自分を見つけなくちゃ。このまま戦い続けていると、あの記憶に、記憶の中の鬼に支配されてしまう。自分が鬼になってしまう前にあの鬼を探し出さなくては。それとも血で染まったこの手はもう鬼となり果ててしまったのだろうか。3本目勝負。Yeah!
勝負あり。やりやがったな。二本目勝負。怖いけど頑張って相手を突き飛ばしてみましょう。そうすればその後に相手を凍らせてまた技が入るのよ。背後に回ってからは凍らせて宙切りがたくさん決まります。でもあんまりそればっかり狙っていると対戦相手に嫌われちゃうよ。ほどほどにね。自然よ、私に力を貸して。大いなる災いの気配を。自然よ、あなたも感じたでしょ。私は戦うわ。そのためにも力を貸して。今まさに乱されようとしている自然の気を私は守らなければならないわ。山を大地を災いが覆い尽くす前に。カモイコタンのおじい様、おばあ様、私を見守っていてください。そして姉様、何も言わずに飛び出してしまってごめんなさい。この大自然は私たち全ての民に恵みをもたらしてくれます。私も自然の恩恵を受け、自然と共に生き感謝しています。それなのに戦う役目は姉様一人に任せっきりではいけないと思うの。自然から受けた恩恵を今度は私が返す番よ。姉様から見ればまだまだ頼りないでしょうけど、精一杯頑張ってみます。こうしている間にもまがまがしい気はますます強まっているわ。早くしないと私の力では抑えることができなくなってしまう。大自然と全ての人々のために私も戦います。どうかどうか私を強い力で導いてください。この大いなる災いを鎮めることができるように。自然よ、私に力を貸して。勝負あり。二本目勝負。バクンリュー、バクンリュー、覚悟見されよ、五体消滅。いざ尋常に一本目勝負。勝負あり。やりやがったな。三本目勝負。おいで。
騙し、惑わし、俺の剣は欺くことをおもとする。影を救い、暗い地の底へ引きずり込んでやろう。息絶えるまでその身に俺の蹴りを浴びせてやろう。俺の鎌で美しい悪夢を見せてやろう。違う、こいつも違う、どれも違う。お前を殺したやつはどこだ。見えないぞ、何も見えないぞ。俺の目には血しぶきの赤しか映らない。お前が殺された時の真っ赤な血しぶきは綺麗だったな。出てこい、お前を殺したやつ。俺の足元に大きな血の池ができる。そこに映っているのはお前、殺される前のお前。大きな血の池は俺が殺したやつのもの。おお、そうだな、この池をもっと大きくしてお前を殺したやつを映し出してやろう。殺せ、殺せ。よくもお前を、よくもお前を殺した。どこだ、どこにいる。俺は探す、俺は殺す、俺は憎む、俺は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 、勝負あり。2本目、勝負。花封印ガイラ。
えた。ダメだな。俺の前でそんな隙を見せたら何でも掴んで投げちまうぜ。俺の技は破壊力抜群。特に防御状態から決められる投げが自慢だぜ。ガードキャンセルっていうらしいがな。ま、俺の強さは見てりゃわかるだろうけどな。押して押して押しまくる強気な戦いがいいよな。一本目勝負。すさまじいぞ陶器。あれが鬼だと。あんなやつ存在しちゃいけねえ。あいつが人を殺すところを目の当たりにしたときはさすがにこの俺も震えが止まらなかった。情けねえ。この俺が怯えるなんて情けねえな。しかしあんなやつがこの世にいるとは信じられないぜ。普通の大人ほどもある刀を軽々と振り下ろし、その刀身を鮮血で濡らし、何の感情もない切り殺した人間の血よりも赤く光る目を持つ男、まさしく鬼だ。うう、俺としたことが思い出してまた触れしまったぜ。だが人の命を虫けらのように奪うやつなど許しておけないぜ。ついでにこの俺が恐怖で怯えるなんて、そんなみっともないことをそのままにしておけねえ。もう一度あの男、鬼を探し出してやる。勝負あり。二本目勝負。ほらほらほら。あ、はい。ふはい。お、ゆっくり、ゆっくり。あ、ほらほらほら。ゆっ。あ、そう。ほらほらほら。くわ。うわ。お、なんと。ほらほらほら。ほらほらほら。勝負あり。おっ、バレー。二本目勝負。やりやがったな。二本目勝負。ふっ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 。
俺の剣技は我流でね、カタドールの見切りじゃかわしきれないぜ、なんて昔は言ってたが、今度も一筋縄じゃいかないぜ。食らえば終わるの競技流をはじめ、目が飛び出るぐらい強力な必殺技、通常技の連携で相手を圧倒してやろうぜ。背後に回ればそれこそ一撃でメイドに行ける連続技だってあるんだぜ。食らってから後悔したって後の祭り、責任持てないぜ。一本目勝負。お前も鬼とやらを探して旅してるのか。偶然だな。俺もちょっと訳ありでね、いつもは自分の剣技を磨くためにあてもなく諸国を巡ってるんだが、今はその鬼と呼ばれる男、人間がどうかもわからんが、そいつを探して倒さなきゃいけねえんだ。お前は鬼とどんな因縁があるんだ。わからない、覚えてないんだ。記憶を失ってるのか。かすかに残っているのは弧を描く光、真っ赤な視界、そして鬼だから鬼を求めて、うん、鬼が過去を探す鍵ってわけか。なんだか鬼とやらをめぐって厄介なことが起きてやがるな。だが俺も鬼に襲われた村の生き残り、あの娘と約束したからには必ず鬼を退治するぜ。まずは居場所を突き止める、それからだ。ない奴らよ。そんな奴らに本気を出さずともいいのだが、今日は特別に俺の技を伝授してやる。まず防御を上下に振れ、そして
相手の防御を崩して連携技へつないでいけ。上段防御をしていたら足技から、下段防御をしていたら下段防御不可の技から連携つなぐ。それだけだ。鬼が出るか蛇が出るかと言われるが、俺にはそんなことは関係ない。俺の前に立つやつは目障りだから切る。ただそれだけだ。たとえそれが誰であろうと、人間でも鬼とやらだな。鬼鬼と皆やかましく騒ぎ立てているが、どうせ大したことはなかろう。だが覇王丸、お前もこの鬼とやらを追っていると聞いたぞ。ならば俺は行く。お前を殺しにな。鬼とやらも切って捨ててくれるわ。その後で覇王丸、お前の息の根も止めてやろう。勝負あり。2本目勝負。ハッ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 。居合抜きの極意をお教えしよう。遠い間合いの宙斬りを主に使う。ツバメ六連は下段防御できるのも覚えておくと良いであろう。カゲロウの後にも技が入ることも重要だ。無残だ。
なぜこのようなことが。これが鬼とやらの仕業なら、私はそれを打つために旅立たねばならない。まさか私より早く師匠友人たちが行ってしまおうとは。久方ぶりに懐かしい我が道場へ足を向けてみれば、目に入ったのはこの有様。許すまじ。多くの罪もない人の命を奪い、人々を恐怖の渦に巻き込み、天津さえ我が道場を汚し、大切な師匠門弟たちを切り捨てた鬼め、何としても悪鬼を葬り去らねばならない。それにしてもこの世のなんと無情なことか、いつでも世を去る覚悟のできている私が生きながらえ、何も火のないものが散っていく。これも運命かと思うと、ますます世の儚さを感じずにはいられぬことよ。そして鬼よ、私は命を懸けてお前を撃つ。三本目勝負。私の基本技の中では宙切りがおすすめです。ハンヌムツベや武器飛ばし技につながります。シュクルーと一緒の時はなるべくシュクルーの背中に乗っていた方がいいわ。大自然があなたに力を貸してくれることを祈っています。自然の力に満ちている。姉様、何か心配事でもあるの？リムルルじゃ頼りにならないかもしれないけど、お話ししてください。私だって姉様と同じ村を守る巫女なんですもの。ありがとうリムルル。さ
おじいさまとおばあさまが呼んでいるわ。お行きなさい。姉さま。はい、先に戻ってます。早く帰ってきてね。自然よ、私にはわかる。ほんのかすかだけれども歪んだ気が現れている。何が、どこで、まだわからないわ。でも確かに感じる。はっきりと形を取りつつある狂った心、それが大きな災いになるであろうことも。私は命を懸けて災いを防がなくてはいけない。ああ、大地の悲鳴が聞こえる。そしてもう一つ、闇をさまよう乾いた魂、虚無の精神が叫ぶ声。行きましょう、哀れな魂のため。私は巫女なのだから。二本目勝負。勝負の要は宙斬りだ。この技からいくつかの技がつながるんだ。ジャグのプラズマブレイドの後にダブルメガストライクヘッズが決められれば勝ったも当然。パピーがいないモードの時はもっとたくさんの連携技があるから、アクティブに攻めていこう。パピー、こうしている間にも鬼がまた何の関係もない人々を襲っているかもしれない。全く許せないな。見境なく人を殺め、あちこちの村を壊滅させて、人間の命を何だと思っているんだ。さっきの村もひどいありさまだったよな。女の人から小さな子供まで切り捨てられたって言うじゃないか。こんなむごいこと許せないぜ。俺が鬼を退治してやる。さあパビー、
そろそろ鬼退治の旅もクライマックスだ。ここから先はどんな危険が待ち受けているかわからない。気を引き締めて行こうぜ。任せとけって。それでこそ相棒頼りにしてるぜ。俺たちのコンビなら大丈夫さ。この正義の剣ジャスティスブレードにかけて殺された人の無念を晴らす。レッツゴーバビかのごとく、我剣においても思うなり。最後に決めるはガマ地獄、銃の切りから繰り出せば、あ、これぞまさしく究極の舞。我が物にするのじゃ。美しい命の舞を。鬼の舞だと？お前あの鬼が人を殺す様を見ていたのか。それを舞だなんて何を言ってやがるんだ。素晴らしい舞ではないか。人の命が散り際に放つ輝きをお主は美しいと思わぬか。我の舞もあのように見事に命を昇華させたいものよ。バカなこと言ってんじゃねえ。いいか、あの鬼はな、ただ人を殺すためだけに生きている。あいつに苦しめられた人間はたくさんいるんだ。それを人を殺すのを美しいだなんて、このバチ当たりめ。あの美しさがわからぬとは不幸なやつじゃ。
もうよい。鬼を求めて拙者は旅立つゆえ、これにてさらばじゃ。鬼と戦い、我の舞もまっこと素晴らしいものにしてみせようぞ。その時こそ世の民は千両京四郎の舞に狂気するであろう。か、勝手に何でもすりゃいい。お前より先に俺が鬼であらを倒してやる。2本目勝負。闇に生き、闇に滅す。忍びの道こそ真の闇なり。忍法爆炎流を素早く追いかけ、相手が強を突かれている間に忍法もず落とし滅せよ。なのだ、この屍の山は。この村の有様は、これが鬼の仕業か。かつての面影など微塵もない徹底的な破壊。なんと素晴らしい力だ。これほどまでに強大な力は見たことがない。ああ素晴らしい。お主天草、何故ここに現れた。災いの元凶か。そなたも我も目的は同じであろうの、服部半蔵よ。ん？鬼か。何を企んでいる天草。知れたこと。あの力を我がものにしてくれよ。我が鬼の力を手に入れる様、あそこで見ているがよい。待て天草。逃げられたか。それにしても天草まで動いているとは。今回の一件、
かなり大ごとになっているようだ。鬼を求めて様々なものがさまよっている。鬼を倒さんとする者、利用せんと近づく者、大きな災いの渦に皆囚われ巻き込まれ溺れてゆく。ザンクロー、鬼はお主なのか。この渦の中心はお主なのか。勝負あり。服部半蔵。三本目勝負。お体消滅。爆音流。勝負あり。まだ死ねないのに。二本目勝負。勝負あり。やりやがったな。二本目勝負。我、大曲時で欺き、弱の足払いにより支配する。これが強力なり。空中からの攻めには近い間合いの強武器攻撃。愚民どもよ、忘れるでないぞ。一本目勝負。我は求めるその力を、その無限に広がる力を。鬼よ、我と同化しさらなる高みへ舞い上がろうぞ。我はそなたを導き、そなたは我の中で永遠を得る。そして愚民どもは我をあがめ、我に従い、その身を委ねるのだ。おお、感じるぞ。そなたの鼓動を、全身に紅の血を浴び、なおも生贄を求め翻される刃を見ることができようぞ。ああ、素晴らしい。さあ殺せ、その狂った瞳に映る全ての生きとし生けるものを一つ残らず殺せ。その乾いた魂を求めるままに、愚民どもの汚れた魂を解放してやるがよい。そなたの身が血でまみれればまみれるほど、その無限の力は増大し、さらに新しい血を求め荒れ狂うだろう。おお、見よ、この強大な力を。今こそ時は来たれり。鬼よ、我の中で生きるがよい。我のために死ぬるがよい。何時暗転入滅せよ。ゆるく、ロッマブレイ、勝負あり。2本目勝負。あんなところお願い。お願い。
雨静まる。